平野紫仕様の韓国進出とヤバい女性ダンサーの影響。こんにちは、皆さん。平野紫仕様25について最新の情報をお伝えします。彼はキングプリンスへのメンバーとして活躍していましたが、来年の5月に岸優太27とジングージ25とともにグループから脱退し、ジャニーズ事務所を退場することを発表しました。 しかし、平野仕用の新たな冒険が始まっています。現在、彼は主演ドラマ、黒詐欺 TBSK で演技の幅を広げ、その演技力に注目が集まっています。私たちは、11月上旬、東京都内でのロケ中に平野を目撃しました。彼は黒い衣装に身を包み、白身の演技を披露していました。その眼光は鋭く、 彼の新たな可能性を感じさせます。平野耀はグループからの脱退後も音楽番組 FNS 歌謡祭富士テレビ系に出演し、黒サギの主題歌月読みを披露しました。その高難度のダンスパフォーマンスは多くの人々を魅了しました。そしてこのダンススキルを生かして彼は来春以降の活動についてすでに計画を立てています。 驚くべきことに、平野のしは将来、韓国での活動を考えています。そのきっかけになったのは、振付師のリンハタさん、32、です。リンハタさんは、キンプリの楽曲や、BTS やトワイスの振付も手掛ける実力派のダンサーで、近年、K-POP 界で大きな影響力を持っています。平野のしおはりんはたさんを、ヤバいダンサーさんと敬意を表し、 彼女から多くのインスピレーションを受けているようです。さらに、平野耀は20年年にドラマ、末光警察ミッドナイトランナー、日本テレビ系、で中島健人さん、28、と共に W 主演を務めたことがあり、このドラマが韓国の大ヒット映画のリメイク作品であったため、韓国でも知名度が高まりました。 これらの経験を生かし、平野仕様は韓国でのキャリアを築いていく意向です。しかし、韓国進出は平野にとってあくまで足がかりに過ぎません。最終的な目標は世界進出です。この夢は、小ジャニー北川さん、去年87。 が、生前に平野さんに託したものであり、平野ノ仕様は、脱退をファンに報告した動画でも、デビュー当時からジャニーさんとしていた約束と語っています。ただし、いきなり世界と大きく飛び出すのではなく、リーハタさんとの協力を活かして、韓国を起点にして世界を目指す計画を進めているようです。韓国で成功を収め、次に日本。 そして世界のスターとなる野望を抱く平野市要。その逆 BTS 方式の挑戦が彼にとってどのような結果をもたらすのか今から楽しみです。結論。平野市要の新たな冒険が始まりました。彼の演技力やダンススキルは多くの人々に注目され、韓国進出への期待も高まっています。 彼の目指すのは世界進出であり、その夢を実現するために、リーハタさんとの協力を活かすことを考えています。平野の仕様の新たなキャリアに注目し、彼の未来がどのように展開していくのか期待しています。